さっと言います、僕は肩っていうことをトサさんがおっしゃったのでちょっと考えてみたんですね。日本文化について肩っていうのをどういうふうに考えたらいいかなと。まあ、肩芸術研究で、まあ、肩っていう概念自体が、まあ、日本文化の一つなんですよね。で、ちょっ と、日本的なものっていうか日本文化の特徴的なものを僕らが意識するときってどういうときかっていうと、大抵は、まあ、外からなんかこうプレッシャーが来たときなんですね。江戸時代中期のその大和心とか大和魂って意識されたり、それからまあ、日本のものが近代に入って日本の中では割とこう低い評価を受けてたのに、その外で非常に高く評価されたがゆえに、まあ意識するんですよね。で最近ではクールジャパンって、これは日本からの政策ですけど、これは明らかにイギリスのクールブリタニアっていうのを真似してやってるわけで、やっぱりその外圧みたいなものがその一つのきっかけになっているという感じですね。で起源とか伝統って僕らが呼んでいるものっていうのは、どんなものでもですね、詳しく調べてみると大抵はかなり新しいっていうか、そんな何百年何千年と続いてきたというふうにまあ言ってるんだけれども、現在の形というのは非常に新しく設定されたことが多くて、でそのきっかけは外圧とか外からの視線を意識することによって、文化的なセルフアイデンティティっていうのが、まあ、形成されるということが、まあ、言えると思います。でまあ、発明された伝統いっぱいあるんですけども、まあ、神道そのものもそうですよね。やっぱり明治期に我々が知っているような形の神社っていう形ができたし、武士道だってやっぱり明治期の、人たちがその解釈を加えたところが大きいと。演歌って最近話題になった、日本人の、心だという言うんですけれども、最近こういう本が出まして、真面目祐介さんっていう人のその演歌って一体何なのかっていうと、もともとその中市の演歌、まあ、明治とかその戦前の演歌っていうのは演説歌といって、要するにこうね、全然今僕らが演歌と思ってるのと違うものだったのに、もともとその長篠の演歌師が歌ってたものを広く演歌と言っていたのを、1960年以降、まあ、左翼的な、考え方からその阻害されたアウトローの人たちの中に、まあ、革命的な、ものがあるんだというようなことから、その、普通の日本人の心を代表する音楽ジャンルっていうのが、まあ、演歌だというふうに、まあ、作られたのだという研究ですね。こういう考え方のもとになっているのは、この、 ホブズ・ボームっていう人の研究で、これ非常に話題になった本ですけれども、スコットランドの、スコットランドって僕からすぐ思いつくこの、タータンチェックであるとか、それからこのキルトって男性の履くスカートみたいな、こういうのとか、それからバグパイプとかですね。でこういうものがスコットランド文化の、まあ、伝統の、シンボルみたいに言われるんだけれども、実はこれはイギリス の、 文化に対して自分自身のアイデンティティを作るために、近代において作られたもの、ナショナリズムによって作られたものだということを詳細に研究した本ですね。日本語にもです。でまあ、こういうふうに全ての伝統を発明されたと言われるとですね、じゃあ伝統なんかはないんじゃないかって思ったりするんですけども、しかしそれでも何らかの連続性が存在することは明らかであると。でじゃあそれをどういうふうに考えたらいいかということで、まあ、一つの考え方としては、要するに我々に目に見える形で現れている文化の形と、それとは似ても似つかないんだけれども、そういうものを生み出し続けるような構造が、下の方にあるんじゃないかということですね。でまあ、こういうなんか生物学みたいな言い方をしているのは、この元になっているのはこういう、これもかなり前に話題になった本ですけども、リチャード・ドーキンズという人が1976年に原著は出てますけれども、日高俊孝さんが翻訳されて日本でも非常に話題になって、今はもう売れ続けているものですが、この中でですね、ミームっていうアイデアを出したんですね。でミームっていうのは、要するに遺伝子が生物の特徴を、ね、伝えていくように、文化っていうものも何かその文化の形を担う遺伝子みたいなのがあって、でそれが真似されて複製されて伝わっていくんだみたいなことを、まあ、ちらっとこの本の中でドーキンスが言ったわけです。例えば、こういう例が、まあ、この本出た時すごいセンセーショナルな話題になったんですけども、旧約聖書の中に、その預言者イザヤの預言の中にですね、見よ若い娘が身ごもって、子を宿すであろうと、神の子を宿すであろうとみたいな予言があるわけですね。それがヘブライ語のアルマっていう言葉を、そのヘブライ語をギリシャ語に翻訳する古代の翻訳者が パルテノスという、ギリシャ語に翻訳したと。
で、まあ、誤訳っていうか、まあ、あまり適切ではない訳をしたと、うん、若い女という意味の言葉を処女という意味の言葉に翻訳したために、ギリシャ語の聖書を読んだ後の人が、それは要するに聖母マリアは処女で、神の子を解任したんだというような、まあ、信仰とか文化となってこう広がっていくと、つまりそのミストランスレーションによるそのなんていうか突然変異みたいなものがあのカトリックの文化の中で非常に大きなあのものを生み出していくっていうようなこういうアイデアなんですけれども、まあ、この場合は言語が、まあ、遺伝子みたいなものだということになるんですけれども、必ずしもその言語だけではなくて、文化において、まあ、遺伝子系にですねジェノタイプに相当するような情報っていうのは思考とか行動とかコミュニケーションとかいろんなものの中のその基本パターンの中に行動化されている書き込まれているのではないだろうかというのが、まあ、日本文化の型ということで提案あのしたい、あのことなんです。で具体的にはでこの辺が、まあ、これ、2日ぐらいで作ったのでそんなにしっかり考えられてないんですけれども、まあ、具体的にはどういうことか、例えばね、日本には見立てっていう伝統があってですね、まあ、よく有名なんですけど、これあの鈴木春信の、左側はこう見立て、何が見立てられているかというと、これ遊女がなんか恋文を読んでるようなもんなんですけど、恋の上に乗ってるっていうのはこれは金光仙人という伝統的な、まあ、図像というか伝説的なね集大の仙人で、水の中に住んでて恋を操って、すごいいろんな霊力を持ってるような仙人の形 で、まあ、でこれがですねまるで遊女を仙人に見立てているのか、それとも仙人が遊女として現れているのかっていうのが決定不能なような世界で、春の僕は得意なんですよね。で現代の例でいうとこれコスプレってね、これ猫のコスプレする女の人はまあこれよく見かけますけれども、猫がメイドのコスプレしてるっていうのもあって、要するにコスプレっていうのも同じような構造で、私がコスプレするっていうのは何、そのコスプレされているものが私という形をとってここに現れていることでもあると、こういうことをちょっと、まあ、哲学的にというかちょっと、理屈っぽく考えるとですね、これは通底するどんなパターンがあるかというと、その現れっていうものが多重的であって相互的であると、そういう事態に対してその日本文化っていうのは非常にこう敏感というかですね、まあ、偏愛と言ってもいいぐらい非常に好きであると、そういうものが根底に流れているという、この連続性はあるんじゃないかなと、ね、現れの多重性とか相互性で、これ逆に言うとですね、実在と仮称っていう、まあヨーロッパの、まあ、哲学というか思想の根底にある、実在と仮称との区別に対して、極めて無関心であると、まあ、存在論的無関心というか形状学がないっていう、なくても平気っていうね、そういう特徴を持っている、こういうものを、まあ、型として抽出していきたい、いけたらいいなというふうに僕は考えるわけですね。で、他にどんなものがあるかっていうのを、まあ、思いつく限りこう挙げてみたんですけれども、これはこれで終わりますが、まあ、一つは、今の、その現れの相互性みたいなものが一つありますけれども、それ以外に平面性とか二次元性っていうのがあります。これは、現代美術の世界では十数年前ぐらいですかね、スーパーフラットっていう言葉が非常に流行ったことがあって、これは村上隆というアーティストであるとか、まあ、そういう人たちがその、まあ、平面的なんだけれども、その平面がレイヤーとして無限に重なっていくことによって非常に豊かな世界が出てきて、逆に言うと、美術、近代美術っていうのは3次元空間の再現ということに非常にこうエネルギーを注いできたわけだけれども、一切関心がないと、まあ、ジャポニズム の浮世絵でもなぜヨーロッパ人がショックを受けたかっていうと平面的だからですね、あんな図像あるわけがないっていうようなものを、まあ、レイヤーの重なりとしての世界っていう、そういう、まあ、平面性や二次元性、まあ、二次元っていうのは、まあ、現代の、まあ、キーワードの一つですけども、そういう、まあ、こういうコンピューター文化みたいなものにも親和性が高い、方があると思う。もう一つはその、まあ、これも難しいですけどね、ナイーブな、なんか和み思考というか、つまり、和とか、まあ、しかもその和っていうのがですね、非常に、まあ、ナイーブっていうのはこれ悪い意味ですけども、世間知らずであるということで、討論とか闘争とか、そういう内向きにもまあ関わるけど、その、空想上のものなんですよね。つまり平和主義的なんだけれども、なんていうか、あんまりその、まあ、心情をもとにしていて、そのあんまりその、努力や闘争を経た平和主義ではないと。
です。これは両面的だと思いますね。いい面もと悪い面があると。それからさっきあの土佐さんも言ってたネグテッティですね、はい、これはあの極小化というか要するに小さくしちゃうということのに対する異常な関心で、これは可愛いにも関係あるし、まあ、可愛いあるいは可愛いとか言ったのは、まあ、可愛いって今はもう日本語じゃないですから、英語やフランス語でも可愛いって通じますから。それからイーゴリョンっていう人が書いたあの縮み思考の日本人って昔ベストセラーだったと思いますが、これがやっぱりその日本人 の, あの、日本文化の特徴を、極小化っていうこと、まあ、小さなところで完成させるということにものすごいエネルギーを注ぐということが挙げられると。最後に僕が一番面白いなと思っていることの一つは、そのさっき佐々さんのところもちょっとこう宗教の話、日本の無宗教と言われるけども宗教がいっぱいあるわけですよね、日本には。それで宗教その世俗的なんですが、その世俗性っていうのは、例えばそのフランスのシャルリー・エブドみたいな事件があったのは、あれはその世俗対その宗教の戦いで、別にシャルリー・エブドはイスラム教だけを攻撃してたわけじゃなくて、一番攻撃してたのはですね、カトリックですよね。だからそれはフランス革命の経験をして、その教会というものともう本当にこうガチで戦ってきた、戦って得られた世俗性なんですけれども、日本の場合にはそうではなくて宗教と対立しないと、宗教というものに対して全然その敵対心を持たないような世俗性で、むしろ宗教を否定することによって世俗的世界を作り出すんじゃなくて、複数の宗教の併存を許すっていうか、結婚式は神社であげて、お葬式は仏教で、言えばキリスト教みたいな、なんかそういうことが全く平気ですね、そういうことに対して矛盾というものを全く感じない。でこの点が外から見て驚きっていうのもあるんだけれど、まあ、我々にとっては割と日本人にとっては割と普通のこと でもそれは一体何なんだろうっていうのが面白いなと思ってるんで、これ一つの型として抽出できそうな気がするんですよね。で、まあ、ちょっと不十分で、まあ、問題定義をどうもありがとうございます。はい、ではお隣の吉川さん。